はい、皆さんこんにちは、ティグンです。今日の動画なんですけど、最近小学校や小学生や中学生も来てくれということでありがとうございます。まずかっこよくなる第一弾として美容室に行くっていうのがとても大事だと思うので、セットする上で一番大事なのがカットなので、今日は美容室に行きたいと思います。はい、では行ってきます。はい、行ってみよう。ではこんにちは、今日はお願いしてもらおうね。こんにちは、お願いします。いや、一応一応ね、始まった。はい、お願いします。じゃあよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあ、どんな感じに行きましょうか。いや、もう、ね、かっこよくして、かっこよく、はい、でも高速に、そう、高速にかからないように、かからないようにサイブロック NG NG そう。はい、では髪を洗ってもらいたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。右側のシャンプーで、はい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 、ました。はい、ではシャンプーが終わったのでカットしてもらいます。そう、そこすごいやばいですよ、本当に。この癖が本当にいつもやばくて、なんか、なんかくて、どういう美容師になりたいの、急に、なんか髪の毛にあんま興味ない人とかも起きて、髪の毛のこうなんていうんですかね、大切さを知ってほしいじゃないですか。髪の毛全然そう、変わるよみたいな。そう、職員を持ってもらえたらどうしなければいけないか、自分たちの、なんか自分はだから、なんかその YouTube でその紙セット以外にもちょっとしたのをこう違ういろんな分野に手出して、でそこからこう知ってもらった人からこう関連でこう見てもらう、そうそうな感じ的な感じで、今いろんな動画もちょっとこうしてるみたいな感じで。これで言ったらそれが結構楽器だったりする、ギターをやったりしたから。ああ、なるほど。だからバンド関係の人とか来ればいいなっていうのがあったり、だから何でもやっとくっていうのは結構後々、はい、有利だね。話が合いやすいというかね。逆になんで美容師なの？最初は中学校か高校に上がるときに、うん、その工業科行くか、うん、普通科行くかみたいになったときに、親はずっと就職させようみたいな、うちが工業科行くみたいになってたんですけど、C とかそういう見てたから、自分のじいちゃんとか、うん、そういうの見て、そう髪切る方面に行きたいなみたいな。だからね、高3の時だったから、はい、たまたまそのバンドをやってて、はい、その人がもともと美容師だったから、その人になりたくて、あれじゃないですかね、こう面接とかで、なんでなりたくなったのみたいに言われても、うん、正直なんかこう、なんとなくしか俺なんか言えないですよね。なんとなくの方がでも、NMB は莫大なんじゃないかな、あんまり考えない方が。気になるのに理由がいかないってやつ。あ、かっこいい。ですか。よし。はい。ではカットが終わったので、次はセットをしまいたいと思います。お願いします。もう説明とかはいらないね。あ、いらないです。うん、いらないね。高田くんがそれはやる。いやでもいいですよ、全然。だってプロですから。じゃあこの道の、この道の。完成ですか。完成です。完成してもらいます。こんな感じです。いや、かっこいいですね。いや、ほらちょっとやっぱ黒いから分かりづらいな。あ、それありますね。ちょっとね、逆光になっちゃうな、はい、そうね。今回はちょっと真空に作っております。分かりやすいように。
してもらったこのティアラと西牟田さんのインスタ とそのホームページは下の概要欄にあるのでどうもよろしくお願いします。お願いします。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、お願いします。じゃあまた、はい、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。URL から Twitter、インスタのフォローをお願いします。そしてこの下にあるグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。最後かよ。